ワルカオ選手権。さあ今回はコラボでございます。なんと、はい、あの原田龍二さんからのコラボでございます。まあ、原田龍二さんもセミプロみたいなもんってことですよね。タイトル1個持たれてますよね。まあまあそう、なんだろうな、犯罪ではないんだけど、いやそうなんですよ。まあでもその反省という半割るだよ、半割るですよね。半グレですから、半グレみたいなちょっとどういうアプローチなのかちょっと見てみましょうか。早速、はい、はい、ここだよ何これ、あいやうん、いやいやいや、しっかりした、うん、もうコンセプト通りな感じですね、うん、しかもそんな作りすぎてないですし、うん、これはまあ不法投棄ですかね。まあ場所的にもそうだよね。うん、そうですね、エアコンとか、うん、そういうやつですね、うん、まあでもこの人のあれなところはもう自分もちゃんと捨てに行ってるっていう感じですよね。いやそうですね、焼けてるところを見ると少数精鋭で悪いことしてるから、ね、おだから立ち上げたばっかりかな、うん、お結構その不法投棄の集団を、うん、おこの T シャツ見てくださいよ、はい、ステューシー着てる50歳で、ああいいですね、やんちゃ感出てますね。さあ続いていきましょう。すごいな。うわうわ、さすが俳優さんだな。でもなんかこんな感じ今までなかったかもね。ありそうで、夜の感じあった、夜はあんまなかったもん。だから結局みんな、うん、結局撮りやすい時間で顔が見えるのはあれだけど、うん、実際はこうじゃん。そうなんだよね。これ場所もなんか防波堤、なんか海っぽい感じじゃない？防波堤だよね、これ。これクーラーボックスかな。これだから密漁じゃない？だよね。うん、アワビとか。アワビ食ってんだよこの時間帯。うわ。もっととんでもない感じのやってそうだけど。なんなんだろう。シャツもいいよな。シャツいいね、このシャツとジーパンのこの感じ。いやさすがプロ。うわこのアングルもいいよね、この。うん、なんだよ最後のこのこれ。いやこれはすごいな。なんか。いろいろこの表情でさ、うん、悪いことしてるけどなんかこうなんつうんだろう、哀愁というか、なんかバックボーンというか感じるよね。でもやっぱもうサスペンスになっちゃってるね、うん、悪い、これ密漁、うん、クジラとかそのイルカとか、あヒレ、うわ、本当は好きなんだろうな、動物とかも好きなんだけど、うん、どうしようもなくやってんだよ、やっちゃってんね、これなんかこう、もともと水族館で働いてたんだよこの人水族館で働いてたんだよ。でもその水族館がさ傾いてさ、そうそう、もう経営がどうにもいかなくなっちゃって、うん、もう仕方なくそっちに手染めちゃってんだろうな、うん、家族もいるだろうし、うん、そうだな。でもちょっとなんかその娘に反抗期で、うん、お父さんなんてみたいな、何にもできないんだからみたいなこと言われて、うん、でなんかこう成功させてる姿を見せたいがためにね、うん、犯罪手染めちゃってるっていう。やったなこれ、やったなこれは、かわいそう、かわいそうですよ、うん、なんか多少同情もある、同情もあるね。今まででいた本当ちゃんとした俳優さん、原田さんがちゃんとした俳優さんっていうのをまたいやいやいいだろう、ね、いやちゃんとした俳優さんか、ちゃんとした俳優さん、いやなんか最近なんかちょっと、いやまあちょっとバラエティー路線には来てますけれど、いや初めて
生粋の俳優さんは初めてじゃない？マリックさんは、マリックさんは前記述誌じゃないのあれ。そっか、いや、すごいね、やっぱりこだわりも感じるし、こだわりも感じるし、やっぱシチュエーションもちゃんとだから分かってんだよね、多分。これはすごいね、やっぱり。次行きましょうか。これどこ、これなんだ、なんだ、どこにいんだこれ。え、なに、いや、こら、くらすぎて、いや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 、全然こっちではちょっとわからないな、全然ディスプレイの感じ、いやいや、暗すぎて、もうディスプレイの問題じゃないな、これ真っ暗すぎてわかりませんね、これ。あ、どうなの、これ映像にしたら見えんの、これ、その見えない、もう、あー、あー、うわ、こわ、あー、あー、これはもう、これどういう、いや、これな、どういう状況なの、これ撮ってる人誰かも分かんないし、もうなんか持ってるんです、なんだろう、スコップ持ってる、スコップで埋めて、埋めちゃってんじゃん、もうこれちょっとやりすぎちゃいましたね、これもうやっちゃった人だし、もうやっちゃってるしんだね、これも、うん、なんか、うん、深追いしすぎちゃう、深追いしすぎちゃう、ちょっとディープなとこまでちょっと 掘りすぎたかな、うん、掘りすぎです、これは、いろいろと、いろいろ、これはもう判定不能です、これは。欲が出た、欲出ちゃったな、さっきのが良かった分な、ちょうどこれは残念ですね。あ、最後ランクル乗ってて欲しかったな。乗ってて欲しかったな、ランクル欲しかった、ランクル乗ってこう見てるだけで、あ、いや、もう最高でしたけどね。あ、もしリベンジしたいというのであれば、まあ、もし、まあ、ランクルでリベンジできるのであれば、ランクルは無理よ、ランクルは無理か、ランクルは無理か、さすがにって多分周りが言うもん。原田さんなんかやりそうだけどさ、そうだな、いや、さすがに、もう だからだったらもう原田さんとチッコ丼だよ、もう、そうっすね、原田さんとチッコ丼してえな、うん、なんか俺らだってある程度さ、原田さんなんか裸はなんかいろいろテレビで見てるわけじゃん、うん、あそこは見たことないもんね、そうだね、うん、うん、どんななんだろうって思っちゃうもん、まあ、それかもランクルーム食ってるところにランクルが通る、うわ、原田さん乗った、ちょっとこれはもう、うん、それはちょっと、ちょっとこれは俺もう想像しただけで無理かもしれない、早かったら早かったで、バーンって、遅かったら遅かったで笑っちゃうしね、うん、ハザードつけても笑っちゃうし何してても笑っちゃいそう、いや、笑っちゃうですね、ちょっとまあ、うん、ちょっと別の企画でまたコラボできるんであれば、はい、はい、やらせていただきたい、ありがとうございました、ありがとうございました、というわけで、今回コラボさせていただいた原田龍二さんの YouTube チャンネル、原田龍二の人間 TV、こちらも、ぜひ、チャンネル登録お願いいたします、概要欄の方にありますのでよろしくお願いします、はい、はい、